はい、こんにちは、森高瑠です。本日は選手村についてご紹介させていただきます。でこの選手村は僕よく聞かれます。でオリンピックの選手村っていうのはもうとにかくですね、アジア大会もそうですね、基本的には何でも自由にできます。例えばマクドナルド食べ放題、ゲームセンター遊び放題、そこにあとインターネットカフェあったりとか、それこそ美容室があったりとか、ネイルサロンがあったりとか、もっといろんな形で選手がその中で生活をできるという状況になっています。その代わりお酒とかは選手村の場合はダメです。持ち込めません。で、その中で本当にいろんな選手と交流をしたりをするんですけども、パンパシフィックとかの場合は、選手村というよりもどちらかというとホテルが、大体こう決められた、日本のチームはこのホテルとか、アメリカ選手はこのホテルとかっていう形だったりとか、もう全部のホテルがもうパンパシフィックで使われるようになっています。2001年の福岡であった世界選手権、2002年の横浜のパンパシフィックだったりっていうのは、基本的には一つのホテルの中に全選手が泊まって、その中で食事とかしてた状態だったので、本当にこう日本で会った時はファンの方がすごく来て、その時はイアン・ソープがすごく注目されてたので、すごくなんかこう選手の人たちもイアン・ソープすごい、僕もなんか見ててすごいなと思ったぐらい、やっぱりなんかこうオーラがあって、そういう選手でも逆に一緒なので仲良くなったりとかね、サインもらったりとかっていうのも、選手の中でもそういうことがあります。でもやっぱオリンピックの選手村は全然違いますので、逆に2020年の選手村がどんなになるのかっていうのは、やっぱり僕入れなくても ID がないと入れないんであれなんですけども、選手村っていうのはそういうぐらい本当楽しい、本当村ですね、なってますので、これは想像をしてもらえたらいいかなと思います。